こちらです。皆さん、ここから入ります。抜けたか。おお、本当にこんなところまでつながっているとは。聖女、お静かに。ここはすでに敵地でありますゆえ。もう、そうじゃったな。ジョゴ、誰もおらぬぞ。まさか、玉座の間がもぬけの殻など、まずありえない。予定通りなら、ソヤン・ケクル殿はすでにこのナーラまで攻め上がり、城都攻略に着手しているはずだ。だとしたら、城内は臨戦態勢で慌ただしいはずなのです。外の軍勢につられて出払っているのであろう。そうだったら手間が省けるんだけどね。不気味だな。だが、このままじっとしているのも時間が惜しい。予定通りにことを進めよう。わかった。ならば早速。出口を塞がれた。なんだ、何が起きている。呪法のようですね。しかしこれは、まさか。どうやらお出ましかな。何もないとは思っていなかったが、やはり待ち伏せされていたか。ようやく出てきたでおじゃるか。待ちくたびれたでおじゃるよ。誰じゃその声。マロロ。奴です。奴が我が祖国を落とした采配師。やはりお前だったか。久しいでおじゃるな。変わりないようで何よりでおじゃる。お前は随分と様変わりしたな。見違えたでおじゃろう。まがまがしくて怖い顔。前の化粧の方がいいと思うのだけど。これは化粧ではないでおじゃる。抑えられない心のたぎりが現れているのでおじゃるよ。何があった。以前のマロとは全然違う。まるで炎があいつの顔に宿っているように見える。どうしたでおじゃるか。久方ぶりの再会、もっと語り合いたいでおじゃる。マロロ、なぜこんなことを。それがしは、お前が来るのを待っていた。マロもこの時が来るのを待っていたでおじゃる。友をあやめ、王位の簒奪を図った逆賊をこの手で討ち取る時を。友をあやめって。マロロ、何を言っているのだ。オシュトル殿、マロには全てお見通しでおじゃる。ハク殿を殺したのはオシュトル殿でおじゃろう。そんなことあるわけないのです。マロにはわかるのでおじゃる。今そこにいるオシュトル殿はもはや別人であると。オシュトル殿は変わってしまった。謀反を起こし国を乗っ取ろうとするまでに。だから邪魔になったハク殿をその手で。マロにはその光景がはっきりと見えるのでおじゃる。まあいい、口も聞けぬ罪人を相手にするのはもう終わりにするでおじゃる。さあ構えるでおじゃる。やむを得ぬ。兄様、マロロは。わかっている。だが今の奴に言葉は通じぬ。ならば。ただ言葉を聞ける程度に懲らしめる、そういうことかな。姉様。ほら、泣きそうな顔をしないで。ちょっと目を覚まさせるだけだから。ああ、奴を捕らえる。委託殿、それでよいな。オシュトル殿に事情が終わりなら仕方ありませぬ。かたじけない。果たしてあいつを説得したとして元のマロに戻れるのだろうか。だが今のままでいいはずがない。な、自分の取る道は一つしかない。行くぞ。マロロを捕らえ門を開く。
さあその首取らせてもらうでおじゃる。また聞いておれば、ポジトルがそのようなことをするはずがないのじゃ。落ち着くでおじゃるよ。この程度の奇襲で立ったつもりでいるでおじゃる。ここからが本当の祭りの始まりでおじゃる。さっきに始末せよ。マロロ様のご命令通りに動いておれば問題ないわ。俺、何をしているでおじゃるか。はい、おしこりの首を取るでおじゃるよ。まあ、どうあっても耳を傾けてくれないのか。敵はまだ何か策が残っているかもしれない。みんな油断せずに戦ってくれ。ヤマトの兵たちよ、せっかく出番を与えてやったのでおじゃる。オスコミを休めるでない。早く前進するでおじゃる。マロロ様のご命令だ。死ね。お命頂戴つかまつる。マロロ様に指一本触れさせんぞ。多くの犠牲を出した報いを受けてもらう。覚悟しろ。まだ騒がしいようでおじゃる。少しするでおじゃる。でこずらせてくれる。まとめて口出しにしてくれるわ。敵は少数だ。一斉にかかれ。敵に休む暇を与えるな。マロロ様をお守りする。単独オストロを討ち取れ。
これだけの兵力があって勝てねばな。マロロ様、申し訳ありません。早い。お許しください、マロロ様。